アーチボルド・クーパーアーチボルド・スコット・クーパーは、イギリスの科学者。炭素原子同士が結合して、有機化合物が構成されているという構造論を、フリードリ・ヒケクレとは独立に唱えた。1831年に、グラスゴー近郊のカーキン・ティロックに、綿織物業者の息子として生まれた。グラスゴー大学に入学し、古典と言語学について学んだ。 1852年に一度ベルリンに渡った後、エディンバラ大学へと移り、ウィリアム・ハミルトンの下で、論理学と刑事上学を学んだ。1855年に再びベルリンへと渡り、ここで科学を学んだ。1856年にクーパーは、パリへ渡り、アドルフ・ビュルツの下で研究し、原子化に基づいた新しい構造論についての論文、オン。 英乳ケミカルセオリーを1858年に提出した。しかし、論文を受け取ったビュルツが公表を遅らせたために、その発表がアウグスト・ケクレの論文の1ヶ月後となってしまった。遅れの原因は、ビュルツがフランス科学アカデミー会員でなかったため公表に手間取ったためとも、実験的な事実によらず、哲学的な視点から方の説を批判した論文の公表に、 ビュルツが躊躇したためとも言われている。このことでクーパーはビュルツを強く非難し、ビュルツの元を解雇された。イギリスに戻ったクーパーはエディンバラ大学のライアン・プレイフェアの助手となったが、1859年には深刻な鬱病を発症し、研究を続けることが不可能になった。クーパーは研究から完全に引退し、カー・キンティロックへと戻り、そこで死去した。 クーパーの業績はパリにおける2年間の研究によるものがすべてである。ケクレが型の説の発展させる形で原子化に基づく構造論を展開したのに対し、クーパーは型の説や根の説を否定する形で原子化論を展開した。クーパーは自身が学んだ哲学的観点から理論はなるべく多くの事実を簡潔に説明できなくてはならないとし、型の説では 加酸化水素の型への分類や、不荷反応の説明ができていないと批判した。言語学に基づく視点から、ある単語が文字からできていることが分かっているにもかかわらず、根、ね、や型というものを仮定していろいろな単語を分類するのはナンセンスであると主張した。すなわち、化合物は原子からできているのだから、原子の属性で説明すべきであると主張し、その属性として神話力を提案した。 またクーパーは結合している原子同士を点線あるいは実線で結んで表し現在用いられている線結合構造式の線区とも言える構造式を初めて用いたさらに一部の化合物について酸素を含む環状構造を考えている構造式そのものはクーパーが酸素の原子量8と考えていたために生じた誤りであったが 感情構造を分子が取り得るという提案は初めてのものであった。ケクレの論文に遅れて公表されたクーパーの論文にはケクレがすぐに気づきプライオリティを主張する単身を発表した。しかしその時にはすでにクーパーはイギリスへ帰国してしまっており、その単身はクーパーの目に触れる機会はなかったと推定されている。その結果、 ケクレの論文のみが注目を浴びることとなり、クーパーの論文は、ほとんどの科学者の目に留まることなく、その業績は忘れられていた。しかし、ビュルツや同僚であり、後に、科学構造の概念を提案したアレクサンドル、ブトレロフにはかなり大きな影響を与えていたものと、考えられている。クーパーの論文が再び日の目を見たのは1909年のことであった。 ケクレの弟子であったリヒャルト・アンシュツがケクレの電気を書くために先行業績を調査した際、クーパーの論文を再発見したのである。この際にアンシュツはクーパーの業績を高く評価している。ありがとうございます。